こんにちは、ゆうです。お久しぶりです。この前生放送来ていただいた方、ありがとうございました。あれから風邪をひいてしまい、はい、一日ダウンしておりました。そしてパズドラのお時間です。はい、今日やっていくのはですね、無課金闇属性縛り長老、もうすでにね、もう出ちゃってると思うんですが、はい、仮面ライダーブラックサンを交換しました。はい、そちらを使ってですね、こちら仮面ライダー大集合壊滅級、昭和仮面ライダー大集合壊滅級やったに挑戦していきたいと思います。ね、星6ゲットして恒例のガチャと行きたいと思います。久しぶりやからね、喋ったんが。はい、パーティーこんな感じでございます。はい、必死こいて今いる原油戦力で組みました。はい、ご紹介しましょう。ペインが反応せえへん。はい、仮面ライダーブラックさんに、リダチェン体制で甘小ズミつけてます。この前購入したやつですね。はい、で変身後、まリーダースキーがね、闇を6個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が26倍、固定1ダメージで、悪魔タイプにバインド耐性を付与、 HP が2倍ということで、めちゃくちゃ強い。はい、というよりね、ごめんなさい、もうちょっと語らせてください。ここだけ、仮面ライダーブラックさんってね、僕の大好きな役者さんの西島秀俊さんがライダーなんですよ。アマゾンプライムで先行公開されて、まあ見てないんですけど見る時間がなくてね、はいはい、だからもう迷わず交換しました。はいはい、パンドラですね。パンドラに超覚醒 LG 消しで、スキュープラス、単純にね遅延をつけたいところなんですが、最近のコロシアンを回るリーダーとキャラがいないので、はい、スキル遅延が不足しております。でアシスト、はい、なんだっけこれ、腰丸、はい、でこれも一緒で、こちら海王ですね。海王に超覚醒超つなぎ消しで上演解放で、これが考古学者のサングラス、ニコ・ロビンちゃんの武器ですね。はい、ワンピースコラボので、マガイマガドですね。次はマガイマガドに超覚醒スキブ、上演解放で、これ鎧か大の大冒険のどなたか忘れたんですけど、はい、の武器です。でこれが、篠の扇さんですね。やっと使いましたね。篠の扇さんに、はい、変身後見せようか。はい、スキルチェーンマックスに、天夜叉のコートですね。ドフラミンゴの武器ですね。で、そのですね、篠の扇さんが闇を6個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が18倍、固定1000万ダメージとね、ブラックさんがね、固定1だけなんですけど、篠の扇さんにすることによって、まあ、1000万1ダメージになるということで、で、HP と回復力も2倍、2.1 倍か。となるということで、まあさすがにね、さすがにコロシアンぐらいこれで勝てるんじゃないかなと思ってやってまいりたいと思います。挑戦する、ゲームスタート。いた、あー、そうかそうか。でまずはですね、ちょっと、いや、ブラックさん変身させようか、もういっちゃおうか。で、海洋で一応何かあった時のために、上のスキルね、威嚇して、これ鎧かも使っといて、軽減も貼って、で、パンドラのヘイストかけて、大木さんがあと2ターンということで、はい。一応2列も踏んどこうか。僕はね、仮面ライダーがね、何世代かと言いますと、まあ、クーガ、アギト、リュウキ、ファイズですね。はい、ここをちょっとね、パンドラ使いますね。その位置にルーレットずるない。愚かですね。愚かですね、言われちゃったけど。あ、ちょっと待って、ルーレットタイミングと合わせて使おう。これいけるでしょう、さすがに。はい、おお、強い。一応ね、試運転はしてるんですよ。まあ普通の仮面ライダーのダンジョンなんですけど、悪を倒せと俺が叫ぶ。はい、でここでも最強スキルですね、これ。はいはいはい、ちょっと待ってね、どんぐらいでいこう。はい、ここでいや、龍騎はね、よく真似しましたね、変身ポーズ。僕
小学生だったんですけど、覚醒無効は用意しとらんかった。え、待って、まあ6個以上つなげさえすればね、多分大丈夫だと思うんで。愚か者ですか、あなたは。あ、そう6個つなげたらいいんで。で、しかもブラックさんのね、あのリーダースキルが、あのリーダースキルでバインドしてくれてるんで、バインドしてくれてるんじゃなくてバインド耐性してくれてるんで。あ、もうなくなったん。あ、そうなん。あ、そうなん。もう2ターン経ったっけ。愚か者ですか、あなたは。はいはい、ちょっと待って、闇の数数えるの忘れた。はい、もう全部つなげちゃおう、はい、回復もてんこ盛りにして、よいしょ、痛い。おー、離脱には効かない。ちょっと今回を使いましょうか。で、ヘイストかけて、で、パンドラも使って、で、扇さん上がってきたんですけど、ちょっと置いといて、このターンは使いませんよ、と。ここ繋げようか。回復力死んでんな、このパーティー。一応ね、回復倍率はあるんですけどね。いや、ただ HP がでかいだけか？はいはいはい、ゴークフロア、先生ゴーク。ちょっとね、ここら辺の仮面ライダーさんはね、ご存知ないんですよね。ちょっともう一発で行こうか、これで。本当にね、もう、今いる、ゼロワンとか名前だけ聞いたことあるんですけど、今何やったっけ、ギースはね、最近ね、ワンピース見てるんで、僕。ワンピースの前、の30分ギース見てますね、僕。痛い！あ、ごめんなさい、下打ちしちゃった。いや、どうしよう。ちょっとね、もうこれ喋ったんでね、ここカットするのはもうさすがにあれなんで、ごめんなさい。ま、いつものことです。僕の動画、いつもご覧になっている方はご存知かと思いますが、まあね、魔法石リセットというのはね、はい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 。愚か者ですか、あなたは。ちょっと僕、今の僕の心に刺さりすぎ、それ。今の僕の心に刺さりすぎ。はいはい。濃紺できなくちゃって、できなくちゃってって言ってもた。できなくったっていいじゃない。いや、痛い。ちょっとどうしよう。ここでマガイマガド使おうか。ごめんなさい、ちょっと画面集中しすぎてた。はいはい。超つなぎ消し。で、コンボドロップ全部消す。闇分割してみる。闇半減はずるい。ずるい。やったか。そんなことしたらあかん。いやー、ちょっと待って。ファイナルチャージ。ダイヤジャンプ。何？お、それは、接待。ただ、使うスキルがね、このミリアのに、ブラックさんか。ちょっと、いろいろミスってるな。いや、もう、ミスってるから、ね、コンテしてるんですけど。いやー、いけ！行くわ、いいな、そら。さよなら、みんな。え？あ、僕、称号チャレンジやったんですよ。称号チャレンジの時もこんな感じでしたね、確か。はいはいはい。エアミーが降りやすくなった接待のおかげで、あ、回復力ゲーン、もう減らす回復力ないって。あ、扇さん使ってから使えばよかった。まあ、ええや、パンドラ上がってきたし。ちょっとね、コロシアムはね、変身キャラはね、ていうか、きついっすよ。だって、長老アカウント始めたんね。まだ200何日なんすよ、ログイン。お、これも接待やん、パンドラ。パンドラ使うと？なんということでしょう、はい。だって200何日で、そんな、全部コラボ始めましたやもん。だからね、そんな無理やって。
この光がある限り仮面ライダーブラックを踏みつつは、わあ、お邪魔フルです。お邪魔フルか。あ、てか闇の目覚め終わってるやん。ライダーファイト。はい、7個もう1回吸収。ライダージャンプ、ジャンプ。え、水キードロップがロック。ちょっとじゃあこれ扇さん使って、でパンドラ使って、やっぱね、そのブラックサンの最後に使いたいっていうのがあるので、あー、じゃあヘイスとかけてあったら使っといてよかったな。はい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 、オッケーオッケー、ナイスお邪魔、ナイスお邪魔、ナイスお邪魔の落ち込ん。いや、ちょっと、いやー痛い。え、何？ライダー返し、ライダー返しか。ライダー返しってなんなんや。いや、1、2、3、え、ちょっと待って、画面1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個。あ、扇さん使えない。9+5=14。何をドヤ顔で言ってん何をドヤ顔で言ってんねん。はいはいはい、ちょっと待って、思ったより尺取っちゃった。いや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 、尺取っちゃったな。これ、これあれでしょ、皆さんあれでしょ、サクサクとなんか何分台周回とかしちゃうわけでしょ。僕全力で挑んで声出す、これ出すってこれですからね。あー、ブラックさんでとどめさそうと思ったら超根性やないか。でこのタイミングでスキル切れると、ちょっと待って、あの久しぶりにめっちゃ喋ったから久しぶりにめっちゃ喋ったらなんかちょっと心臓がびっくりしてるわ。心臓っていうかなんか動機してきたわ。もう、よいしょ。はい、海洋でヘイストかけれると、はい、消せない、消せないは闇とき、はいはい、大丈夫大丈夫。で海洋使って、はい、ヘイストかけて、愚か者ですかあなたは。はいはいはい、愚か者です。2列組んじゃいましょう。はいはいはい、頼む、オディナイス落ち込ん、ナイス落ち込ん、よいしょー、ゲームクリアした。しんどかった、めちゃくちゃ喋ったからな、やってる最中。プラス99もらえるんか。あ、99ちゃう、999や。あー、遅延欲しかったな。はい、あ、コイン見てへんかった。はい、ということでですね、ちょっとコイン見ていいですか。はい、コインが1、10、100、1000、万、10万、26。はい、まあまあええや。はい、それではですね、メール来ておりますよ。仮面ライダーコラボガチャがたくさんたくさん。じゃあガチャのタイム行きましょうか。はい、あの僕狙いは闇属性です。この長老アカウントはね、全部闇属性っていう、あのアシスタなんでもいいんですけど、アマゾンアシスタなんでもいいんですけど、そのね、本体はね闇属性で、一応あの無課金で縛って、さらに闇属性で縛ってるんですよ、長老アカウントは。龍騎、もう龍騎、僕ね、もう縛りまで出てほしかった、出てほしかったって、まだ引いてないんですけどね。いやー、龍騎いいなー。サバイブ出てほしいな、龍騎サバイブ。はい、これが、昭和バージョン。はい、ギリね、僕昭和生まれじゃないんですよ、ギリでもないですけどね。おお、これ嬉しい、世界。ちょっと見にくそうやな、なんか。W。いやー、これはいいですね。いいですね。いいですね。いやー、A武器とした無料で。はい、じゃあクリア報酬星6以上確定ガチャ。ちょっとラインナップ、ちょっとごめんなさい。ちょっと飛んでいいですか？あ、リヴァイ、仮面ライダーリヴァイスですね。ブラックサンとシャドウムーンと、ファイズも欲しい。ファイズも欲しい。それぐらいかな、狙いは。はい。はい、じゃあメール行きましょう。はい。はい。はい。割れてくれたら嬉しいな。うおー！あ、でもね、これ強いんすよ、武器が。一時期ね、僕、メインアカウントでこれ持ってなくてね、結構しんどかった思い出があるんですけど、この武器がね、スキブにね、
いろいろあって。で、今回ね、闇属性の武器も追加されたということで、はい、これはいいっすね、いいっすね。ここからが、魔法石を使った戦いでございます。はい。ユーザー情報、購入益、無料配布分18個貯めました。はい。なんということでしょうね。はい。じゃあ、はい。狙って、さっき言ったやつ狙って、はい。あんまね、見てるとね、尺も取っちゃうんでね、はい。はい、金。V3。なんかさっき見たような気がすんな。え？見てへんかったか。どこに見たんやろ。あ、ダンジョンか、昭和ライダーで見たんや。ごめんなさい。ガチャから出てきたと思ってやった。さあ、あと2回ですね。1個ぐらいダイヤみたいな。また出るか。無料で出てラッキー言ってたんやけどな。無料で出る分にはちょうどいいぐらいの性能してるからラッキーやったんやけどな。さ、ラストです。僕は仮面ライダー、ブラックさん、欲しいです。本当に欲しいです。お願いします！あ、アマゾン先出へんかったか？出たよな。さあ結果見ていきましょう。はい、僕の仮面ライダーの入手履歴は、はい、こんな感じでございますね。あ、虹メダル、あ、メダル溜まってるやん結構。はい、アマゾン龍騎ダブル、ダブルって言うんですよね。 W じゃなくて W の悲劇ですよね。それやったらアマゾン龍騎ダブル、あ、この方の名前わからん、ごめんなさい。ほんとスーパーワン、スーパーワン V3 ダブルアマゾン。いやー、アマゾンで始まり、アマゾンで締め。はい、いいね。締めとしてはいいんじゃないですか。はい。それでは、それでは、本日は、今回は、これで終わりたいと思います。この動画が面白かったよっていう方は、ぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい。明日は、多分、今日はね、ちょっとね、まだちょっと本調子じゃないんで、一本にしようかなと思うんで、明日多分柴犬丸の動画上げたいと思います。はい。ということなので、はい。ぜひぜひ。あと概要欄にね、Twitter とかいろいろリンク貼ってあるんで、あとね、YouTube のコミュニティ欄に、僕の登録者さん限定の、Discord っていう、なんか、ゲーム用の SNS みたいなのも作ったんで、そちらもなんか、よろしかったら参加してみてください。参加してみてください。まさに滑舌がね、悪いんですよね。それでは、じゃあ、本当にこれで、バイバイ。